清朝はこれはもうその、はい、また清朝は得意なんだよな、あの秋篠宮家批判、うん、これはあの2本立てで、まあ、3ページしかやってません、3ページですけどね、はい、うん、小室圭さん、眞子さんに再び皇室特権、まもなく運命の合否発表、はい、大体ダメっていう予測ですね。予測出てますね、はい、少ないんだよね、この受かるのがね、はい、もう特に外国人でね、一発目で受かんないとなかなか難しいじゃないですか、うん、そうらしいですね、今だって働きながらやってるわけじゃないですか、うん、そうそうそう、一発目は勉強してだけしてて、 そうそうそのまま行くんですけど、うん、今は仕事しながら勉強するわけですから、なかなか勉強する時間ないんだよな。そうですね、なかなか受かんないですよね、うん、1回目の受験時とは異なり、小室さんはもはや宮内庁はおろか秋篠宮家にまで試験の手応えについて伝えようとはしなくなりました、うん、手応えなかったんだね、うん、きっとね。昨年7月の試験では一度で合格した外国人の合格率は 46% と全体の 78% を大きく下回りました、うん、ちなみに2回以上の再受験者の外国人ではわずか 17% と紛れもなく難関となっています、はい、小室さんが 17% 突破できるかどうかですね、うんでも仮に小室さんが不合格となった場合、普通常ならば勤務先の法律事務所を解雇されても不思議ではありません。とはいえ総領事館としては将来の天皇の義兄が路頭に迷うような事態など国の威信をかけても阻止しなければならない。現状では合否によらず引き続き雇用が保障されていると聞いています。まあそうなんでしょうね、まあ、そうなんでしょうね、はい、それはそうでしょうね、うん、ただまあ本当に受かんない可能性があったから早く結婚したっていう、ああなるほど、方こうだったんでしょうね、あの時もっていう感じはしますよね、はい、もうこれだとできないから、結婚ができないから、合格してからじゃないとできないっていう形になっちゃうともうまずいからしたんじゃないかっていう。小室さんが司法試験合格を目指しているのは弁護士資格を取得することで秋篠宮殿下からお許しが出ると信じ込んでいるからです、うん、ところがそれは完全な誤解だと。彼の最大の非は母親が引き起こした金銭トラブルを放置し挙句正当性を主張して居直ったことです。それなのに資格を取ることで一連の不始末が帳消しになると今も勘違いしている、うん、そしてそんな振る舞いを眞子さんは積極的に支援してきた、これが間違いだと、うんうん、18年夏トラブルを棚上げしたまま勝手に渡米してしまった時点で殿下は小室さんを見限られました。そのお気持ちは今も変わることはありません、うん、まあ小室さんについてはまずどうなんですかね、はい、これ大変だね、うん、しかし、はい、それ雇われるたってそんな高い給料をくれるわけじゃないだろう、その事務所も。あの受からない限り低いですね、うん、給料は給料低いです。そしたら、はい、生活はまあ眞子さんが貯金があると言ったってな、なかなかニューヨークで生活結構大変ですよね、食い潰していく形になっちゃうと思いますね。ですね、ニューズウィーク、はい、ニューズウィークはですね、はい、超円安時代、これちょっと後で和田君に詳しく聞きたいですけど、その前にですね、はい、ロシア敗北が突きつける難題、うん、ロシアはもうなんか負けそうだと。そうですね、もう、うん、勝ちはない感じにしますよね。ない感じだね。ないですね、ほぼほぼ、はい、これはまあもちろんそのアメリカを通じた欧米各国のまあ援助っていうこともあるんでしょうけど、はい、そのゼレンスキーのまあ統率力ってもすごいよね、これ。そうですね、あの、はい、だって一回の芸人だったんでいろいろ批判もされてたわけですよ、侵攻前は、はい、だけどこういう緊急事態でね、はい、これだけなんていうか国民を統率していけるっていうのは、うん、まあすごいなと思いますよね、はい、ペリクレスの言葉を引用して、自分が最も恐れるのは敵の武器ではなく私たちの自滅であり、うん、って言ってるし、エドマンド・バークもですね、自分が恐れるのは我が国の強大な力、巨大な野望だ、我が国が過去に恐れられる事態が怖い、この史上最強の力を乱用する気はないと、いくら私たちが言っても他国は信じてくれない、うん、プーチンもそれに陥っちゃってるんだな、完全に。そうですね。でここで、これを書いたスティーブン・ウォルトさんという国際政治学者、ハーバード大学、ケネディ行政大学院教授は、はい、まだいずれにしてもまだまだ仮定の話だが、ロシア政府の誤算とその軍隊の無能さ、ウクライナ人の不屈の闘志、西側陣営の強力な軍事支援と経済制裁が合わされば最後に勝つのはウクライナと、その背後にいる西側陣営だろうと、うん、予測してます。そうですね、うん、最近スティーブン・ウォルト
引っ張ってきてます、ね、長谷川光洋さんも出してますし、奥山さんがね、うん、翻訳いろいろウォルトのしてますけども、うん、はい、で今度の戦争で、しかしアメリカ勝ったと、はい、いうことになった時にですね、まあこれはこれでまた問題がありますと、はい、アメリカ流の民主主義を世界に輸出しようとする動きが強まりかねない、うん、イラクやアフガニスタンでの失敗を悔い改めないネオコンや素朴な自由主義者がまたしても果たせぬ夢を追い求めて戦争を始める恐れがあると、はい、今度の戦争で大儲けしたアメリカの軍産複合体は惜しげもなく拒否を投じて世論を誘導し、中国を筆頭とする強豪国が束になってもかなわないほどの国防予算を承認させるだろうと、はい、でウクライナ戦争で学んだ教訓が無駄になる。どんな教訓か。1、それなりの大国が死活的に重要とみなす権益を脅かす行為は危険だということ。今回の場合 NATO の際限なき拡大がそういう行為だったと、はい、多くの外交専門家が指摘した通り、 NATO 圏の全身的な東方拡大は途方もないトラブル、2014年のロシアによるクリミア半島併合とを招いたと、うん、そういう点もあるんだね。だからそうですね、うん、これはブッシュが約束しちゃったん で、ね、ウクライナも将来 NATO に入っていいよと、そういう約束しますってやったんで、うん、ブッシュのせいなんですけどね、それがまあ刺激したと、はい、そうですいうことはありますよね、はい、そこから動き出したんです、うん、プーチンが。教訓そのような敵への脅威を増大させることの危険性、うん、かってのアメリカはベトナムが共産化したら周辺国も次々に共産化するというドミノ理論を唱えた。2003年のイラクではサダム・フセインの脅威を意図的に誇張してみせた。同じようにプーチンのロシアはウクライナを失うことの危険性を大げさに語ってきた。これは国家存続の危機であり、だから戦争で防ぐしかないとロシアの指導者は繰り返して語ってきた、うん、だから NATO による軍事侵攻や民主化運動の波及に対するロシア側の懸念はいささか誇張されすぎたのではないか。それでロシアは判断ミスを犯しとんでもない泥沼にはまってしまった、うん、そうですね。教訓その3は自明の理由。外国を攻め込むときその国の人たちから歓迎されると期待してはならない、はい、まあそれはそうだな。そうですね。教訓その4はあからさまな侵略行為に対しては各国が黙っていないということ、うん、8年前のクリミア併合に対する西側の反応が鈍かったのでプーチンはウクライナ本土にも攻め込んで大事と踏んだのかもしれない、はい、確かにな。そうです、うん、あれはまあなんでウクライナを、まあ、犠牲してっていうとあれだけど、うん、はい、そのああいうその、協定を結んであったからね、うん、だからアメリカはこの機会に東西冷戦の時代に始まる自国の世界戦略を慎重に検証してみるべきだと。そうですね、うん、そもそもウクライナ戦争が西側の勝利に終わっても各国が取り組むべき外交上の課題は何一つ変わらない。つまり1、破滅的な気候変動を回避しすでに顕在化した深刻な影響に対処する。2、中国とは距離を置きつつも関与を続ける。3、イランには核兵器を持たせない。4、失速気味の世界経済を浮上させる、うん、そして5、次なるパンデミックの襲来に備えなければならない、はい、世界はこういうやらなきゃいけないことが、うん、その迫っているんですから、はい、この戦争が終わったらですね、うん、すぐやっぱりそういうことにこう各国に取り組まなきゃいけないんだと、はい、こういうことを言ってました。まあそうだろうね、うん、はい、ここで初めて僕はこのハイマースのちゃんとした写真を見ました、はい、ハイマースってこんな感じなんだね。そうですね、うん、こういうところがニューズウィークの強さだね、これ、はい、やっぱアメリカとかの情報が全部ちゃんと ね、うん、こう写真とか持ってる時点でね、うんうん、そうですよね。